どうも皆さんこんにちは。ハンターウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズのウクレレに関する最新情報でございます。はい、毎月恒例のこの時期がやってきました。ガズのわがままウクレレとセミオーダーの事前予約販売の再開と、ガズの初めてウクレレの販売再開が2021年6月21日のお昼ちょうど午後12時より再開されます。お待たせしました。待っていただいた方どうもありがとうございます。そして合わせてですけど、今オーダーをお待ちいただいている方、もう少々お待ちくださいませ。今ねベトナムで毎日毎日モジャ君はじめジーラボチーム一丸となって取り組んでおります。このウクレレのことひとまずねここに全部、総括しております。ここのページで、明日ですね、6月21日の正午、販売になりますので、ここ一応チェックしておいてください。じゃあ一応どんなラインナップがあるかちょっと紹介したいんですけど、今回ですね新たに皆さんにシェアしたい最高の楽器を用意しております。はい、いつものねレギュラーのラインからいきましょう。まずはこちらガズの初めてウクレレ。これはリーズナブルですよ。お値段お手頃で、でちっちゃくて軽くて、でねこれねカジュアルにねもう気楽に持ち運べるんです。キャンプに連れて行ったりとかで、これ初めてウクレレっていうネーミングなんですけど、このウクレレでウクレレ初めて見るのいかがですかということで、最初の一本ウクレレやる最初の一本にもぴったりだし、あとねウクレレってすごい楽しいじゃないですか。私のあの大切な人にこの楽しさ知ってほしいなと思った時に、このウクレレをウクレレ初めて見ないですかというプレゼントにもこれ最適だと思うんですよね。このプレゼントもらった方嬉しいと思いますよ。はい、ぜひそういう意味でこの初めてウクレレ、これねなかなかどうして、これもいい音ですよ。こういうリーズナブルなウクレレの中では本当に群を抜いてすごくいい出来だと思っております。このガズの、初めてウクレレがまずこれラインナップ、これはね即購入いただいて即2、3日でも発送ってことになってますんで、確認しておいてください。そしてここからなんですけど、ガズのわがままウクレレシリーズというのがあります。これはですね普段ガズレレ YouTube チャンネルでガズが毎日使ってるのがほぼこれですね。一応こんな感じ、これはもうガズがもうすごい使ってるから塗装がもう見てピッカピカになっちゃって引きすぎてこんな風になります。これねジーンズとかのさ、着古したジーンズのあの感じとか、レザーのあのレザーを使ってると柔らかくなる、あんな感じのこう経年変化が楽しめるんで、ね、このガズのワンワンクレレって。はい、もちろんオールタンバー、オールハンドメイトです。ベトナムで一本一本、高めで9年職人をやっていたあのモジャ君がもう丹精込めて作ってますからね。はい、これがコンサートじゃない、これがソプラノモデルで同じような仕様で、これがコンサートウクレレモデル、こっち もピカッとしてますけどね、大きさを比較するとこんなに違います。でこれはピックアップがついてるとか、こっちピックアップがついてるんですよ。これピックアップついてて、こっちピックアップがついてない、ピックアップというのはいわゆるマイクですね。あとはフレットの長さもね、いろいろ指定できるようになってます。でね、このガズのわがままウクレレって いろいろ細かく選べるようになってるんで、その選び方を濃厚解説している動画、ここにちょっとリンク貼っておきますけど、ここちょっと見てもらってもすごく面白いと思います。そして今回、前回から新たに加わったシリーズ、薄レレがあります。見て、この薄い。これは薄レレのソプラノサイズなんですけど、普通のソプラノサイズと比べるとちょっとボディの形も違うんですよね。よく見ると、はい、長さは一緒です。ネックので問題はこのヘッドの大きさの違い、こっち薄レレ、こっちレギュラーですから、ヘッドすごく小さくして、これボディが薄いからね、ボディバランスがちょっと悪くなっちゃうということで、これ、ね、薄レレって実はもう1年以上かけてモジャ君が開発してくれて、設計から全部わがままウクレレ変えてるんですよ。で軽量化を図るためにこのペグも見てください。今までのペグってこっちでしょ、今までガズのわがままウクレレこれを採用してですけど、これ木で作ってるね、これもすごく優れたペグですけど、今回これを採用してて、この黒いやつ、これ樹脂でできてすごく軽いんですよ。でストレートペグといってまっすぐ後ろに出てるんですけど、これ6回回してこっちが1回回るというギアが入ってるペグなんで、すごくチューニングしやすいです。そういうことで軽量化を図ってるんで、もうすごく持ちやすいし、あとねボディバランスもいいんですよ。ここのヘッドが重いとなんか左手がこう下がっちゃって疲れるんですけど、それも考慮されております。でこれが前回 あの新しくラインナップに加わったんですけど、今回またラインナップに1個加わっちゃうものがあります。何でしょうか。それはダラ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 、今日一番皆さんにシェアしたかったのこれです。ドーン、薄レレのコンサートモデルが今回ラインナップに追加になりました。これも私届いたばっかりなんですけど、ベトナムから弾いてみたらですね、めちゃくちゃいいですよ。この薄さからはもう信じられないほどの鳴り、そしてヘッドも見てください。ガズのわがままウクレレの、コンサートサイズと比べると、ほらここら辺はムード一緒ですけど、やっぱりボディの方はちょっと違いますね。ネックの長さは一緒で、ヘッドの大きさはやっぱりこれだけ違いますね。はい、なんでこれもボディバランスすごく良くなっております。ちょっとこれどうせだったらね、今回新たにラインナップに加わったコンサートの薄レレとわがままウクレレのコンサートサイズ、ちょっと引き比べしてみましょうか。まずじゃあそうだな、レギュラーのこっちから行ってみよう。はい、これ
ガズのわがままウクレレのコンサートスタイル。なんか、じゃあ弾いてみますか。アルペジオから。いい音でしょ、これも。ふっくらと柔らかい。8ビートいきましょうか。これがガズのわがままウクレレのコンサート。もうトロッとしたもう最高の音、やっぱ単板ならではのこの柔らかい響きです。はい、じゃあいかがでしょうか。この薄レレのコンサートサイズ弾いてみましょう。アルペジオから。あ、全然負けてないどころか、もう本当に負けず劣らずですよ。ボディの厚さがこれ半分ですから、ほぼま、あんまりなんていうのかな、損傷全くないです。同じというか、もう同等レベルのクオリティですね。これ弾いててどうですかね。この薄いの、はい、これはだからさっきも言ったように専用設計にしてるんで、このわがままウクレレとはもうちょっと作りがもそもそも違うということなんで、一応ガズレレではこのわがままウクレレシリーズと薄レレ、もうこの2つでまでも最強のね、ペアでいこうと思います。この厚さこんな違うのにね、すごいですよね。はい、で今回これこの薄レレのソプラノと、コンサートサイズが新たに薄レレで加わったということなんですけど、これもねピックアップありなしが選べたり、フレットの、サイズが選べたりするようになってる、わがままウクレレと同じように選べるようになってますんで、ホームページの方、確認してください。そしてあともう一個のラインナップはですね、セミオーダーウクレレです。 G ラボのもう特製モジャクの一本一本って仕上げますからね。でね、セミオーダーウクレレだとボディカラーがこんな風にいろんなカラーバリエーションから選べるようになっていたりとか、あと専用ハードケースが付いていたりとか、なかなかこんな感じの仕上がりになって、もういろいろもうできますけども、皆さんのお好みに応じてこう仕上げられるというセミオーダーも大好評です。こちらも予約、再開になってます。だから確認しますと、このガズの初めてウクレレ、リーズナブルの初めてウクレレは即座に発送できます。これはね、販売再開です。で、わがままウクレレと薄レレと、わがままウクレレと薄レレと、セミオーダーは予約注文ということになりますので、ご確認をしておいてください。重ね重ねですけど、ここのリンク先、このリンク先から、明日2021年の6月21日正午予約再開と再販売、いずれ再販売開始になりますので、ぜひここをまた明日の昼見に行ってください。あとはね、ガズが着てるこの T シャツだとか、このキャップ、あとこの水引きとか、このストラップ、この辺もね、いつでもこれご購入いただけます。このガズレレ製作したリュックサックも、あと残りわずかになっております。この辺のことはちょっとここにね、リンク貼ってます。ここでまとまってますんで、グッズ関係。ぜひチェックしていただければと思うんで、これからですね、やっぱどんどんまた暖かくなってくるっていうか、暖かくっていうか暑くなってくるんで、ウクレレにぴったりの季節がまあ到来するわけですから、皆さんどんどんさらに音楽に楽しんでいきましょう。これからですね、やっぱもうさらに暖かくなっていくっていうか、もう暑くなってくるってことにね、どんどん真夏になっていくと、やっぱウクレレにぴったりの季節ですからね。はい、皆さんガズレレ YouTube もどんどんご活用していただいて、いろんな楽しいアイテムで楽しい夏にしていきましょう。というわけで今日はガズのね、ウクレレに関する最新情報をお届けしてさせていただきました。バイバイ。